激しくこう散ってた花火がだん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 細くなっていって、最後この赤い炎の雫がとっとこう落ちる瞬間に、どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。チャンネルメンバーシップの方もあります。ぜひご興味ある方よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録、グッドボタン、コメントの方もねよろしくお願いいたします。さあ今回も来てくださいました。ちょっと前回の話すごかったですね。まだ見てない方ぜひね、DVD の話ご覧いただきたいと思います。ご紹介いたします。怪奇談収集家、そして語り手の星野雫さんです。お願いいたします。星野雫です。よろしくお願いいたします。いやー、 DVD の話めちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございます。怖いんだけど、なんかこう徐々にこう謎が解けてってっていうね、はい、最後うえーっていういやー、すごい話でしたね。あれだから本当にリアルタイムで聞いてる時に私も怖い怖い怖いって言いながら聞いた話だったんで、ちょっとぜひここでお話をさせていただけたらと思います。ありがとうございます。だってもうね、階段の数がもう、2000本ぐらいになるっていうことでいいんですもんね1400、500はあると思います、はい、ぜひ皆さんですね、 YouTube チャンネルの方やられております。もう一本一本の動画がね4時間5時間ってやつもたくさんありますんで、ぜひ、ね、ゆっくりとご覧いただきたいと思います。チャンネル名をお願いいたします。はい、星野雫不思議の館というチャンネルやっております。よろしくお願いいたします。簡単に言うと、どういったチャンネルになってるんでしょうか。生配信をしながらリアルタイムに怪談を募集する、だから生の声をそのままチャンネルで残してある。その中から私今お話をさせていただいている感じなんですけど、あと時々ですね、ゲストに来ていただいてゲストの方とのトークの動画とか、はいはい、あとそうですね、自分が喋った動画も上げようとは思ってるんですけど、ちょっと今のところはなかなか1400本あるんですから、本当に眠らさないでくださいよいや本当なん、ね、そうなんですよ。ちょっと言われますよく楽しみに待ってますんで、はいはい、あと僕も今回出させていただいてますからね、ぜひ概要欄貼っておきます。ご覧になっていただいて、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。さあちょっと今回どういったお話聞けるのかすごく楽しみなんですけども、はい、怪談っていわゆる怖い話ばっかりじゃなくて、ちょっと笑える話だったり、まあ、泣ける話だったりとかいろいろあると思うんですけど、はい、今回はそのちょっとどちらかというと切ないようなお話をさせていただけたらなと思っています、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。これ病病庵さんっていう、よくうちにご投稿を寄せてくださる方からいただいたお話なんですけれども、その方のお友達で雅子さんっていう女性の方、今ね50代ぐらいの女性の方なんですけれども、その方が大学1年生の時、夏休みでご実家に帰省されてまして、で半月ほどそのまま過ごしたそうなんですけど、うん、夏の終わりのある日、その日はご両親は旅行に行かれてて、で弟さん部活動の合宿か何かでいらっしゃらなくって、でお姉さんいらっしゃるんですけど、もうご結婚されてまして、で甥っ子と一緒に帰ってきてたんですけど、もう戻っちゃって、その日実家に一人ぼっちっていう日があったんですよ、はい、あどうしようかなと思って、でも夕食も食べ終わっちゃって、見たいテレビもないし、あ暇だなと思ってゴローンってこう畳の上に横になったんですよ。たら頭上本棚の上のところにちょっとこう派手な袋がはみ出してまして、袋、はい、はい、であれ あれだ花火だ、おじいちゃんがね孫に花火させてやろうって大量に買ってきて、で結局残っちゃったって代物があそこに置いてあるのが思い出して、うん、あ花火か、いやこのまま置いといてもしけっちゃうし、一人花火とかやっちゃうって思ったんですよ。でも思い立ったら吉日、電話急げで花火をパッと取って、で外に行きましてね、で物置開けてレジャー用のシートってか、うん、椅子とか、はい、バケツとか、あとろうそく、そして蚊取り線香なんかも用意して、よしじゃあ7時、うん、ちょっとまだ薄明るいっちゃうし、まあいいかやっちゃおうか、ごろうそくに火をつけて、で1本目花火出したんですけど、うん、もうね、派手な花火はもう全部やっちゃっててどちらかというと地味なすすき花火とかはい、はい、ちょっと長いこうスパーク花火ってやつ、あとはなんか線香花火でしたね、うん、あれしか残ってない、まあいいやいいややっちゃえやっちゃえ、ですすぎ花火を取り出して火をつけた、でしばらくするとこうシャーってこう火がで、いろんな色がこう変わっていくのを見て、ああいいななんて思って、
あれ意外とすぐ終わっちゃうんですよ、うん、ですね。で、ああ終わっちゃったっつって、でまた2本目火をつけた、今度スパーク花火です、パーパチ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 、なあ終わっちゃった。で3本目に火をつけたところだったらしいんですけど、こうでだんだんこう振ったりなんかしてる時に、もっとこう視界の端に後ろにあの植え込みがあるんですけど、そこになんかこう白いもやのような何かが目に入った、あれと思って、最初煙かなと思ったんですけど、ちょっと質が違うようだし風で流れる様子もないんで、ってこう近づけたらシュッて終わっちゃって、うん、真っ暗になっちゃった、ああ終わっちゃったと思って、で今度ろうそくを持ってってこうやって見たんですけど、何にもないんですよ、はい、あれやっぱ煙だったかな、気のせいだったかなって戻して、でまた火をつけたんですけど、気になったんでもう一回花火をシュッとこう向けてみた、たらやっぱりもやがあるんですって、うん、であれなんだろうと思ってこう寄せてってじーっと見てたら、この丸い形のこのぼやーっとしたもやの中になんかこう模様があるのが見えたんです、模様、はい、はい、黒い、でそれをじーっと見てて、雅子さん、チビって声かけたんですよ。でチビちゃんっていうのは雅子さんが幼い時に近所をさまよってたのをね、あの父親が保護して飼い始めたワンちゃんで、柴犬をちょっと一回り小さくしたぐらいのサイズで、鼻先から目のあたり、そして耳、尻尾の先が黒い以外はほとんど白い、でちょっと 見た目白いタヌキみたいな見た目のワンちゃんなんですよ、はいはいはい、ちょっとね病弱だったせいなのか、おとなしい、もうほとんど吠えることもないワンちゃんで、室内飼いしてたんですよ。で子供たちのいい遊び相手だったんですけど、上のお姉ちゃんとか下の弟はちょっとどちらかというと活発なタイプで、で雅子さんちょっとこうインドア内向的なタイプで、そんな雅子さんと一番気があったんでしょうね。もう懐いて何する時も一緒、ご飯の時も寝る時ももう傍らに眠るって、そういうワンちゃんだったんですよ。ただね、高校生の時あの老衰だったんですけど、あの亡くなりになっちゃって、はい、で、まあ、の最後ね学校行ってたんで会えなかったっていう、そういったワンちゃんなんですよ、はい、でそのもやの中のこの黒いタヌキのような模様がそのチビちゃんに見えた、しかもこの植え込みの部分っていうのがちょうどそのチビちゃんを埋葬した場所だったんですよ、はあ、だからもう雅子さん、これあの怖いとか怖くないとか本当とか嘘とかどうでもいい、あれはチビだと思って、チビおいでって声をかけたんですよ。花火が終わっちゃうとチビちゃん消えちゃうんで、また新しい花火をつけて次々につけながら、チビおいでおいでって声をかけた、ただしばらくするとまるでその生前の時と同じような歩みでトトトトトトってこう雅子さんの横まで近づいてきて、その黒い模様がうっとこう見上げたんだそうです。はぁ、チビってこう撫でようとしたんですけど、当然もやですからこう手突き抜けちゃう。だけどその時に雅子さんの手には確かにその生前のチビちゃんの感触がこう蘇ったんですって。でなもんですからこうずっとね撫でながらこう次々花火をつけ替えながらチビってたら楽しい思い出が蘇るんですって、うん、あの例えばご飯をね自分が食べてる時に横におとなしくしてたなとか、あと母親がこう余った毛糸であんたちゃんちゃんこ着せられてね、まあ、変な配色なんだけどそれでもこうやって得意げにおすまししてたなとか、あと夏は暑いだろうって母親が毛刈っちゃってね、あの毛刈られた羊みたいになってたなとか、あとはあのこれあるあるなんですけど、弟さんが油性マジックで眉毛描いちゃってでそれで昔ありましたもんね、はい、で家族で大笑いしたなとか、もうそういった楽しい思い出がたくさん思い出されて、あーって撫でてたんですよ。でそのうちその明るい花火が終わっちゃって、あと残すのは線香花火だけなんですよね。ずいぶん雅子さん一緒にいたいもんですから、線香花火にこうそっと火をつけて、で火が安定してバチ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 って言い始めた頃にゆっくりこのもやの方に向けたら、今までとは数段暗いそのこの明るい中にちびちゃんの顔が浮かび上がった。でそこでね雅子さん、また別の思い出が蘇ってきたんですよ。何かって言いますと、雅子さんは小学校の5年生ぐらいの時の話なんですが、まあ、その日ね学校でなんか嫌なことがあったのかな、まあ、いつものように帰ってきて、そしたらあのお出迎えにこう来てくれたチビちゃんを、何の理由もないのに、もう後にも先にも1回だけなんですけどバチンって叩いちゃったことがあったんですよ。たら普段泣かないチビちゃんがその時はキャンって泣いたんですね。
で、はってそれで我に返って、私なんてことしちゃったんだろうと思って、あ、チビ、ごめんね、ごめんね、痛かった、ごめんねって謝った。その時のことが、なんて言うんですかね、罪悪感と言いますか、激しい後悔の念となって、こう、折に触れては思い出すっていう、こう、ずっと胸に仕えてた思い出なんですよ。なんで、チビ、あの時、ごめんね、本当にごめんねって言いながら、ちびちゃん何も悪くないのに私あの時って言って、もう泣きながら詫びたんですって、うん、でそうこうしてるうちにその線香花火も最後の一本になってしまいまして、でこうね、激しくこう散ってた花火がだん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 細くなっていって、最後この赤い炎の雫がとっとこう落ちる瞬間に、ワンって声が聞こえてきました、うん、それ聞いて私なんかずっと疲れてた胸の何かがこうすっと降りたような気がしたんだよねってちょっと目頭を押さえながら語ってくださったって、これがちびちゃんが亡くなってから3年目の夏の終わり頃のお話という、はい、宵花火というお話でございました。いや、僕も犬飼ってるんでね、はい、あ、そうですよね、白い犬なんですけど、あ、そうなんです、うん、あの花火ね、隅田川の花火大会もそうですけど、もともとね、あの花火大会が生まれた背景には鎮魂という意味があったりもするじゃないですか。そうですね、亡くなられた方たちに向けてっていう、もしかしたらその花火の明かりというのは、うん、そういった方たちが姿をこう出してくれるという優しい明かりなのかもしれないですね。そうですね、うん、本当にだとやはりね、こう胸の使いがあったっていうね、あの時の、はい、まあ、その最後の鳴き声によってスーッとしたっていうのは、鎮魂というのは亡くなった人や動物だけじゃなくってね、この生きてる人たちの思いも、ああやってこう花火の光を見ることで癒されていくのかもしれないですね。そうですね、さすがですね。私もそのちっちゃい頃にあのワンちゃん飼ってまして、その最後会えなかったっていうのもあったり、そうか、その罪悪感とかっていうのがすごい分かって、これ今私泣かずに頑張って話しましたけど話すたびに泣くんですよ私。これこれはもうしょうがないですよね。そうなんですよ ね、 もうね、ワンちゃん飼っていて、ね、はい、最後ね見送った経験がある人だったらちょっとね、そうなんですよ、うん、みんな そのそれぞれのワンちゃんたちを思い出しながらね聞いちゃったと思うんですけど、うん、うん、でやっぱりあのよく言うのが、大好きな飼い主さんが、まあ、自分がねどうしてこう寿命って犬や猫たち、まあ、ペットたちの方がね早いので先にこういなくなっちゃうんだけど、それでずっとその大好きな飼い主さんが悲しがってるっていう、それがやっぱりね、あの亡くなった彼ら彼女たちからするとすごく辛いっていうね、こと聞いたりもしますんでね。そうですね、何かやっぱりこの3年間という期間でしたけど、もう気にしないでっていうためにこう出てきてくれたのかもしれないですね。そうなんです、亡くなってもずっとと飼い主さんのこと大好きなんですね。わあ、そうですね。だからよく言うのが、僕らはね、いろんな場所でこう自分たちで選べるけどね、向こうはね、選べなくってね。そうですね。うん、でもね、来て、どんな飼い主さんでもね、そのすごくこう、もう向こうからしたらもうそれが全てですから。ね、そう。こう、好きでいてくれてって、もう無償の。うん、でよくそのみんなが癒される理由っていうのも、人間って裏切るじゃないですか。ただペットたちは絶対裏切らないっていう ね、 うね、絶対自分のことをね大好きだ、で自分がいなきゃ生きていけないっていうね、あ、そうですね、うん、で自分がしっかりこう面倒を見てっていうところで、なんかその本当にこうまっすぐな、あの嘘がない、あの思いっていうので、やっぱり癒される人多いですよね。そうですね、今頃泣きそうに。ワンちゃん飼ってたんですね。飼ってました。シェットランドシープドッグっていう、あの割とふさふさしたいの、はい、すごいしんみりしちゃったんですけど、しんみりしました、ね、え、階段はこういうのもあるっていう、いや、そう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 、そうなんですよ。ワンちゃんだけじゃなくて猫ちゃんとかね、はい、うさぎちゃんとか ね、 ね、まあ、本当にもうペットはね家族の一員ってことでね、皆さんそれぞれ大事な存在だと思うんですけど、なんか今日のお話で、はい、やっぱり限られてる時間ですから、それはね悪さをしていたずらをしてついイラッとしちゃう時もあるかもしれないんですけどね、でもやっぱり限られた時間ですから、もっと可愛がろうとか、もっと一緒にいようとかってね、そんな思うきっかけに、ね、今回の話でしていただけたら嬉しいですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、というわけで、星野しずくさん、前回とは全く毛色が違う話で幅が広いなっていうねとこ見せていただきましたけども、1400話以上階段をお持ちですから、
はい、ぜひ皆さんですね YouTube チャンネルご覧いただきたいと思います。もう一度チャンネル名お願いいたします。はい、星野雫不思議の館というチャンネルやっております。よろしくお願いいたします。概要欄貼っておきます。皆さんぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。というわけでゲスト怪奇談収集家そして語り手の星野雫さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。